どうも、お疲れ様でした。はい、どうも、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう、え、漫画家のためのプロット講座、第二期、前後期ですね。後期、今日は九回目でしたね。うん。第二期、前期。前期。前期後半。前期後半前期後半九回目です。ややこしいです。ね。ややこしい。すいません、なんか。あ、去年で言う、ベーシックコースの九回目。ベーシックコースの九回目。はい。前期後半。 9回目でございます。そうでした。お疲れ様でした。いやー、とんでもない。ありがとうございます,うます。来週でおしまいですよ。その最初の10回は。最初の10回はおしまいです。です前期がね。ええ、20回あるんであれですけどね。来週で終わりなので、来週で終わりなので。今、あの後期の,期後期の、え第二期後期のえページを、申し込みページを作っているところで、ありがとうございます。とも,もなく、はい。もう間もなく公開するんですありがとうございます。いやいや。あのね、旅はまだ続くんですけれども。 ええ、でも、なんかこう、前半あ、前期か。前期がこう、こんなに早く終わるとかっていうね。うん。毎回この9回目とか8回まあ、それにしても早いですね。早い。今回早い気がします、ね。去年の日ではない。うん。まあ、2回目、第2期だから、ね、うん、かなとも思うんですけれども。<laughs> あれなんでしょうね。あの例えば、初めて行った土地の道順って、 えらい長くて2度目行くとえらい早いってよくあるでかいやいやであれって本当に時間早くなってないんですかねあのー、<laughs> ああ<ー>例えば今日とかはほあのー、今日の時間が短かったとはもう、ま、もう思わないです今日の2時間半が短かったとは思わないんだけど本当に去年のベーシックコースの9回目までと今回の9回目までって同じ長さなんですかねなんかあの 何言ってるか分かりますかあそのつまりそのまあつまり僕がちょっと思うのは子供の頃よりも年取ってからの方が早く感じるわけじゃないですか一日が短くなったとかって,、はい、ってよく言いますよね。うんうん、あれは単純にその例えばじゃあ夏僕の夏休み的な世界観ですけどねゲームとかの,その、うん、8歳の夏休みっていうのは8年しか生きてない中の30日間だから、うん あのそれ80年生きてきた中の30日とは、バランスが当然違うわけで、そのね、本当に短いわけじゃないですかそので、本当に長いわけじゃないですか、8歳の時の30日は。そういうことなんですかねつまりそれは認識としてそういうふうに感じざるを得ないというか、そう感じてしまうんですかねあの <laughs> つ,つまり時間とは何か。 うん、<laughs> 何この話いやいや、<laughs> うこういう話から入っちゃうのみたいな感じ入っちゃうのいや、でもそうかもしれないです。うん、あのいや、なぜならば、ぜあのあの第1期の時の、うん、特にその、まあ、初回とかの、そのうん、この間もなんか言っ,て、うん、言ったかもしれないですけど、初回の私の緊張感ったらすごくて、しかも若いんですよ。 あはい、実際にね、フィジカルが映像で見ると、わかっと思って、うんうん、で、なんか1年しか経ってないのに、まあ1年半ぐらいしか経ってないのに、うん、自分で老けたなと思うんですよね。はい,はいはい。だからちょ,ちょっと講座をうやってる中ですごく何かがこう、なんですか、まあ年を取った感じがすごくしているっていうのはあって、うん、もしかしたらそれで、今おっしゃっていただいた、その、 時間時間っていうもの、時間って何だろうって考えると、もしかしたら、ものすごくみ、そのそれゆえに短く感じているのかなっていう気もしないでもないです。そのかもしれないですね。だから、ただ一方で、今年初めて受講されてる方は、まっとうな9週間なのかもしれないし、うんうん、あの、だからそうなってくると、その、 この感覚的に早く感じるっていうものをゆっくりに感じさせる方法はないものなのかというふうに思ったりするわけですね。ああ、なるほど。つまり、ただの感覚のものなのだとするならば、うん、ゆっくりだと感じようとすればすできるのであるならば、うん、感じてみたいものなわけですよね。そのだって実際に時間を計れば一緒なわけで、でもこれって結局、つまんない映画見てると長く感じて、面白い映画っ,っていうのと同じになってきちゃうから。ううんうん、うん ただね、一方で思うのが、じゃあ面白くて好きな映画だから何度も見ててあっという間だみたいになった時に、ある時例えばすごく機嫌が悪いとか、すごくくたびれてる時にに、まあ、でもあの映画見たら元気になるからとかって見始めると、意外とあっという間じゃなかったりする時があるんです、僕は。長く感じる。つまり、一旦早くなった映画がまた長くなるっていう現象がまれにあるわけですね。であとは、一緒に行く人次第で。 体感覚が変わるっていうんでしょうかわかりま、ねうんうん、例えばあんま楽しくないなと隣の人が実は楽しんでなかったみたいなまあこれちょっとまた違うフェーズの話かもしれないですけどその共感的な話かもわかんないんですけどうん、うん、ただあのその時間感覚に関しては一旦短くなったものがまた長く感じるそれは自分が体調が悪かったり機嫌が悪かったりすることに影響されるんだとするならば、うん、それも気のもんというふうにもなるんだけどじゃあ それは集中力っていうことで片付けられるのかどうかっていう話にもなってきちゃいますよね。例えば吉野さんが緊張してた。緊張していたから長く感じた。で、リラックスしてるから早く感じた。なのか。そのもしくは、気もそぞろだと2つ走らせてることになるから、その,そその気もそぞろであることが長く感じさせるのか。 気がこっちに集中してればあっという間っていうことなのかみたいなね。うん、そうですね。うん、これって結局、いつかは科学で解明されるんといいなと思ってるんですいつかは。その、気のせいっていう一言で終わらせないでほしいんですよね。例えば、ゾーンも。はい。ね、三宅さんよくおっしゃっていただいて、<laughs> はいはい、ゾーンに入るってやつですね。ゾーンに入る。ーゾーンに入るが、もうちょっと、あの、 こうすればゾーンに入るってなりゃいいわけでねって思うんですよ。その悔しいなと思うんですよ。あの、うんまあ、僕はね訓練がというかまあな経験値によってその例えばわっと集中してゾーンに入っていいものをかけました。しかもあっという間に夜,夜が明けてました。でも眠くないみたいなのって興奮してんでしょっていう一言で済まされる。 ほど単純ななな話じゃないような気がすするんですね興奮という要素もあるとは思うんだけれどもその多分本当に本当に省エネモードというか実はそんなにいろんなことをしてなくてで体も元気みたいなだから眠くないみたいなそのくたびれてないみたいなでも冴えてるみたいなつまりいかに普段冴えてないというかその いろんなところに触手を伸ばしていろんなものをつかみ取ろうとしているから実を言うと浪費しているんではないかその思考、うん、でその思考が浪費されていると長く感じるのかもしれないとか浪費されてないと多分すごく小さいなエネルギーであのそこに集中できるからフィジカルに影響があんま出ない。その 末端にまで多分意識がいってないから肩が来らないとか、なんかその徹夜して書いててゾーンに入ってたって結局徹夜して椅子に座ってんだから、そのむしろ体固まってんじゃないのと思うんだけど、なぜか、おそらくああいう時に調べたら血流とかいいと思うんですよね、その。それって何っていう、その、つまりその電力みたいなことですかね、その脳の使い方。 かかももししれなないいでですね、うん、電力そうだからそれがもしコントロールできるのであればこんなに効率のいいことはないしそれが意識によるものなんだとするならやっぱそれは身につけた方が絶対得だと思うんですよねそ,そうですね意識でできるんだったら全然できるんだったらだから無意識って言うんだけど、うん、その例えばじゃあ締め切りがあるっていうふうに聞いてるから焦るだから 不安になるもあれば、どっかの時にえイやんになる人がいるわけですよね。これ、まあ、差ですよね。僕も、僕は割と締め切り大好き人間だから、その、あの、おりゃっつって、で、前日までに思いついてなくても、全然平気なんでしょうね。その、そなんとかなると思ってるから。うん、からそ,それは多分、うん、僕がデビューしたての頃の自分だったら、お前何言ってんだって絶対思ってると思うんですよ、僕が今言ってるの。その、ふざけんな、お前と。<laughs> <laughs> こっちは必死なんでって絶対言ってると思うんだけどあの何とかはなる何とかならなかったことなんてないからっていうふうに僕は打ち返すんですね昔の自分に多分うん、うん、それは間違いなく上から目線だし強者の論理だと思うんだけどでも実際本音がそうなわけですその30年やってきた僕としては明日になれば何か思いつくんだよ多分って思ってるんですようんうん、うん 前日にかけててなくてもで、それは、明日になったら何か偶然、何かが起きて、ドラえもんみたいなのが出てきてあの、なんとかアイディア、なんとかまんじゅうみたいなのをくれるわけじゃ全然なくてあの、だから結局、不真面目にしてたら出てこないんですよ、やっぱそれ全然用意ができてなければ。だからその用意を内面の深いところでしてたものが発芽しますよと、明日になったら。 うん、でそれは明日じっとしてたらひらめいたってことはなくて明日手を動かすったら多分あの蒸気機関車の動輪みたいな感じで回るっていう感覚なんですよね。で実際動き出した時にそこにあのそれを面白いと思える意識っていうのをのっけさえすれば。 あのなんとな,くなんととくかなってしまうその時に多分雑念にあんまとらわれてないというかうん、うん、食手あまり伸ばしてないいろんなところに。だから実はすごくローカロリーであの目的に達することができる。でこれは事実なんです僕にとっては。それはなぜ起きているのかっていうのを多分みんな聞きたいと思うんだけれども。 あのー、どこかであの気にしなくなってる感じですよね、いろんなことをね、つまりね、楽観なんですね、ここは難しいと思いますけど、楽観なんですよ、やっぱ楽観っていうものが重要なんですよね。で、楽観できるかどうかっていう話になってくるんですよね、多分そうすると、悲観っていうものが簡単に入って。はい 反対にありますからねそうで悲観というのは恐怖というものと仲がいいからあの恐怖や不安と仲がいいからどんどん連携して、うん、我々を苦しめる。楽観というものは恐怖と全く逆の方ですねだからこの授業で言うと光と影の光の方だったりシャドウとあのアーキタイプの光の方だったりするんだけども同じ話だと思うんですけども。 そういう意味では、その楽観っていうものは何によって得られたかというと、統計なんですよね。統計。それは経験による結果の統計というか、その結果だけじゃないですね、プロセスですね。で、うん、でこのプロセス自体を味方につけてないと、多分この統計はポジティブな統計として得られないんじゃないかと思うんです。そのつまり、嫌な、しんどかったことっていうのはから、ポジティブな統計は得られないんじゃないかと思うんですよ。 しんどいものも絶対無駄にならないよってよく言うけど、あのそれ、どっかでしんどくなくなった人の論理だと思うんですよね。はいはい、そういうの言える時ってそうですね、確かに。僕もだからあの、当時大変だと思ってたことが、今はやってよかったと思っていると、まあ、つい言ってしまうんだけど、うん、それはどこかのタイミングで、その経験自体があのしんどいものではなくなってんですよね、認識として。 でここを逃すと多分あの自罰的になるんじゃないかというかですねあのもっと私がしんどくならなきゃいけないもっと私が頑張んなきゃいけないんだ努力しなきゃいけないんだ私が怠けてるんだっていうような思考に入ると触手がどんどん伸びてきてフィジカルも調子悪くなるんじゃないかなっていう気がしててそうすると時間が長くなるんじゃないかというあ<ー>気がしてし方がないというそうかもしれないですそれ。 そうそうあのいろんなところに触手が伸びちゃってなんか鋭敏になっちゃっていろんなことを感じちゃうんですよそうなんですよ,<う>ですよだからそれが例えばいわゆる心身症にもつながるというかそのまたが胃炎であったり腸炎であったりもそうだし、うん、あの体が調子悪くなる熱っぽくなっちゃうとかだか,、うん、だから多分過剰反応してしまうその体がそのだからある意味すごく ゾーンに入ってる時っていうのは雑になってるというかその体のシステムがそのわ <laughs> かります身軽ですもんね身軽だから,だからバッテリーを最小限度のところにしかコネクトしてないみたいなそのフルで全部がこうだからあのなんていうんですかね全部を使おうとしてないんですよ、ね、バイパスしてんじゃないかと思っててその電流をそうああなるほどだからバッテリーが減らないんじゃないかっていうかその これを創作に結局役立ててるわけなんですけど自分なんかはねうん、うん、これもうちょい分かりやすくシステム化できないもんですかねっていつも思うんですよねこうこれを効率よく身につけるはいはいはいそうそうそう,そう,そうつまり30年かからずにそうじゃなくてこう,こうでもそれはあれなんですよねちょっとこう あれががレボリューション的ななもの必要なんですよねその自分の中での点、ね、の切り替えというやつですね。うん、その考えか、切り替えですよね。だから本当一番平たい言い方、切り替えなん、気づきとか切り替えなんだけど、うん、なんかそこを特定の極端な悲劇とかの物語とか、あの何か恐ろしいほど巨大なきっかけその、例えばなんかこう、本当に嫁がどんぐらいだって告知された時にはってなるとか、 宇宙に行って戻った宇宙飛行士が牧師さんになるとかいう話よく聞きますけどあのねあのなんかそういうその極端なこと、はい、極端な大きい経験そうみたいのがないとあのダメなんだとするなら何のために人には想像力っていうものがついてるんだって気もするしいやなんかもっと違う何かこうあるんじゃないかっていうかねその はいはい、切り替えられる何かがそのノウハウみたいなものが。だからなんで自分はこんなに切り替えが早いんだろうみたいなことは思うんですよ。すごい同業者にめちゃくちゃ聞かれるからそのあの特にやっぱり現場やってる時に、あのー、よく聞かれるんですよね。例えばいろんな制作上の都合で、うん、当初予定してたこういうとこでは取れないみたいな時にやっぱ制作部っていうそのロケ場所を探すスタッフなんか焦るわけですよ。 脚本書いて監督もしてるから、監督がこういう場所がいいってビューチで言ってたみたいな感じで一生懸命探すんだけど、先方の都合で急にダメになったみたいなことになった時に、彼らはものすごい真面目に近いイメージを一生懸命探すんですよ。その移動距離とかのロケの時間があんまり伸びないような感じで。でもそれって常に代替案でしかないから、最初に用意したものの縮小版にしかならないんですよ。うん、すごい頑張るんだけど。で で彼らはどん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 多分フィジカルも疲れてくるししんどそうなんだけど僕はそういう時いつも逆にしちゃうんですよねその逆にする、うん、そうなんか近代的なコンクリートみたいな感じのトンネルみたいな冷たいイメージなんだっつって一生懸命彼や彼女が降下したみたいなところの許可取ってたのがダメになったみたいになったらあのそれのうんと幅が狭いやつとか探してくるわけですよあの一緒 <laughs> なるほど分からなくもないです分からなくもないでも僕そしたら林道にしましょうって言っちゃうんですよね あもうガラッと変えち,ちゃう。ガラッと変えちゃうの、その。あの、もう自然物の中のストロークの方にしましょうみたいな。で、そしたらもう全部変えですよね。もうその、んあのものも。で、そうすると、それはあくまで当初の頭に描いてたイメージと仕掛けが見た目変わるっていうだけであって、本質はずれないと思ってるんですね。その白から黒に持っていっちゃうだけだから、その、コンクリートって言ってたものを自然物っていう うん、というだけで間を取って小さいコンクリートとか幅の狭いコンクリートってなってくよりははるかにというかうなんか例えばだから分かんないそういう大掛かりな撮影みたいになってシナリオにこう森が。 バーンってなってね。まあ、今だと CG でできるけど、そういうのがない時代に森の木々がバババババってこう全部倒れて、何者かの力によって倒れていくみたいなことんで、ね、書くのは自由だから書いたとするじゃないですか。まあ書かないですよ、僕は。うん、だけどそ、そういうふうになったら、それはじゃあ予算的にこうなって、あんなってつ、こういう仕掛け作ってっって、で、あのい、1本か2本だったら倒せますって話に多分なるんでしょ木を。 論がそこに行くわけですよね、普通うん、うん、でもいやそうじゃないんじゃないっていうそのつまり木が倒れることで証明しようとした力ではなくてあの、ふっと主人公がまな差しを上げて前髪が風でスッと揺れてやばいっていう一言にするだけで例えば同じことが表現できないかっていうこうなんかこう。 っていう一言だけで例えば表現できないのっていうことなんですよねで、それは同じことなんじゃないって気がするわけですね大破壊みたいな描写っていうのの予感描写みたいなものに切り替えるっていうんでしょうかそのあるいはそのぐらい大きなことっていうのを小さく表現するっていうんでしょうかねそれは僕はそれが30本木が倒れるのを2本にするよりは描ける気がするんですねそのはいはい 同じことがそのなんかそういうことなんですよねそういうことがあの切り替えなんだと思うんだけどなんかどうしても物質とか質量みたいなものを縮小するみたいな方向に行くっていうのがなんかもったいないなって気がするわけですね。 なんかで,で、これは実を言うと、その今、来週 Q&A ですけども、その結構悩んでる方からすでにいっぱいメールをいただいてますけども、はい、ヒントの、大事なヒントのような気がするんですよ、うん。しますね。うん。確かに、確かに。そう。で、それは実を言うと、さっきの,あの、触手を張りすぎるっていうのとも近い気がしてて、<laughs> うん、時間の感じ方にも影響するのではないか、ということな気がするんです。だから じゃあ去年のその講座よりもあっという間というふうに感じるときに何が違うのかっていうと決して手は抜いてないしあの気もそぞろなわけでもないしそれなりに緊張感は持ってるし節度は持ってやってるんだけど気負いがないんですね多分ね。そうか。 僕も吉野さんも気負い,、はい、いがない、うん、この気負いっていうものがないことが時間を早めてる可能性は中級は若干してる <laughs> <laughs> そうかだかだらある種ゾーンみたいなものが近くにあるかもしれない。近くにあるのかもしれない。だから自分を縛ってる自,自罰的なものですよね、清いっていうのは、その自,分その自分を責めてるって言い方で自罰というよりは、自爆例ですかね、その自爆的、自罰的じゃなくて、はい、自爆的、自,爆自分を縛るという、うんで、それがない、去年に比べると。だから、手抜きしてるわけじゃないんですよ。すごい集中して喋ってる僕、僕も。だけど 時間が経つのが早く感じるっていうのは、うんうん、一個余計なものがない、その触手を伸ばすものがな,なくなるということなのかもしれないなというのは、なんとなく思うんですよね。で、この辺はもう本当に感覚的に言ってるだけだから、科学的根拠がないんだけど、これをいつか誰か科学で証明してくれないかなって、本当思うんですよね、その。うんうん、思いますね、うん。で、その時に僕は多分、いわゆる錯覚って呼ばれてるものと、 心霊現象との関係性とかも全部解けると思っていてその錯覚ではないと。うん、で,でかつそれはじゃあ何だっつって何でコネクトしてんのかっていうような脳とのコネクトの話とかそれはそのなんていうか錯覚の人もいるのかもしれないけどそうじゃない場合謎とされているうさんくさいとされているものもにも全部実は。 理があったっていうふうにでもその段階までいかないとあの何て言うのかな本当の意味での、あのー、排他的な感覚ってなくならないんじゃないかなっていうかね<っ>その,ものえー、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 ええ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 え ね、あの平和を呼ぶような気が僕はして,し,てしまうんですけどもただそれがまだだいぶ時間かかりそうだなっていうか生き間は無理っぽいなっていう <laughs> <laughs> あの思いますけどね <laughs> っていう,うん、うん、なんか誰か調べてくれないですかね三宅さんがゾーンに入ってる時のこうああ当そう本当そうあの特に天才型じゃないタイプの人間が つまりて天才でそのだからいや天才で誰が見てもすごいっていう記録とかをいっぱい出してる人がゾーンに入ってるのを調べるみたいな方が多分一般論的には価値があるとか数字取れるからそのやると思うんだけどそうするとその人はすごいねって話にどうしようもなっちゃうと思うんだけど僕みたいなドボン人の人間がどっかで切り替えてあのだけどすごく。 ものすごいドライとかものすごくクールなわけじゃないじゃないですか、その仕事するときにで。で、それが、あのー、ゾーンにスッと入って、で、製品はどうかはともかく、その少なくともそのプロジェクト内のその規模とかの中ではそれなりにいい仕事につながるっていうで、これをあのノウハウとして身につけられれば、それぞれの人たちがそれぞれの生活サイクルとか、それぞれのサイズの中で、 最大の能力を発揮できる、そのない能力は無理だけど、その人にあるものを無駄を排する、その清いみたいなものを排して、うん、その行くっていう技術にあのできるんではなかろうかっていうね、でそ,のそこに何か別に信仰心みたいなものはいらないというか、そういうストーリーになるから気持ちを委ねるとかじゃなくて、そういうことじゃなくて、そのあとはなんか。 極端なあの大きな出来事や事件に遭遇しないといけないじゃなくてね、その、うんうん、なんか、そういうことができたらいいのになっていうのは、本当に思いますよね。思いでもなんか、それの、なんだろう、一端というか、を、なんか、僕はその、この講座というか、<laughs> <laughs> あの、<laughs> 僕は感じるんですよねあそうです可能性というか、入り口っていうのかな。なぜ <coughs> ならば、僕が変わってきてるからですね <coughs>、うんうん。それは確かによくおっしゃってますね。<laughs> いやそうなんです、そうなんです。うん、いや、確かにそ、それは確かにでも説得力があるんですよ。その吉野さんが老けてきたってこともそうだし、うん、吉野さん自身がその、ご自身が楽しそう、まあ、大変なことも増えてるだろうと思うんですけども、楽しそうにしておられる。 まあつまり趣味の話共有する趣味の話なんていうのはもうかつてなかったわけじゃないですかその昔一緒に本出してた頃っていうのはね。そうですね。うん。うん、だからででということもひっくるめると確かに一理あるのかなという気はしますが、うん、そこをでしょって言うほどあの僕は高顔無知ではないというかそこで僕がでしょって言った方が話が早いの分かってるんですけどやっぱここに僕の凡人感が出るわけですね。その いやそこで、それはちょっと僕、謙遜しちゃいました <laughs> そこっていう。そこででしょとは言えませんよ、みたいなね。でも、だこういう人間だから伝えられることとかも多分あるんだろうとは思ってて、それもひっくるめておっしゃってくださってるんだと思うんだけど、だから、なんかそのスーパーなものじゃなきゃいけないっていうのが嫌なんですよ、そのスーパー巨大なパワー、スーパー巨大な理念みたいなね。そうだから 何て言うの世界とか、ね、宇宙とかじゃなくて、その、そ,そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくてですね。<の>もっと本当に、こう、我々の生活のこの範囲でいいんですよ。本当に。まあ、それも突き詰めれば、それが宇宙でしょって話になるんだけど、それは一回またな、そうは終わんなくなるから朝までるう、朝だけ置いといて。なんかそこに、こう、何て言うんだろうなは、ハイパーなストーリーはいらないと思うんですよね。なんかこう。 うん、過度にスピリチュアルなストーリーもいらないと思うというかね。うん、だから、いや、そうじゃなくあるはずなんだけどなって、ただ一方でスーパー巨大なものに対する反発心っていうのは、僕は多分その、ゴディバの特集ではなくブルボンの特集をするとか、うん、あのスタローンじゃなくてチャック・ノリスの特集をするとか、シェ c ー、CG、じゃなくて着ぐるみの怪獣の話をするとかいう、あとは何て言うかな。 あの超スーパーメガヒット映画じゃなくて未公開映画の話をするとかっていうふうに一貫性はあるしあるんですよね多分その自分自身がやっぱりそのボンの、うん、凡人のあの凡人なりの教授みたいなものが大げさに言うとあんのかも分かんないですけどそのどこまでいけるかっていうね、うん、ここまで才能がない人間があのどこまでいけるでしょう人生っていうのをどっかゲーム的に楽しんでるところがあるからだからそういう意味ではそのスーパーじゃない物語で 提示できたらっていうのは思いますよね。本当に、それは、希望やワクワクや,や、ね、何でも言い方は何でもいいんですけども、それは思います。あのー、だただ、それがまた難しいのが、その受け手の側の,その感受の仕方っていうものの中に、そのやっぱり、みんな、それぞれ、いろんな年齢の方が授業を受けてらっしゃいますけども。うん ある程度多分きっと僕の声とかあのー、話を先にあの何かしら関心持ってくださってる方は割と少ない言葉数でもシュッと入るのかもしれないんでしょうね。そのリンクが入りやすいのかもしれないですけど。そうん、ここじゃない方も当然受けてらっしゃるからそこにあのー、どうしてもそのあのー、説明のプロセスが当然必要で。で、その説明のプロセスというのが一般的なあのー、なんていうんだろうあのー 階段,段階の踏み方みたいなね、その、で、それが逆に言うと分岐を生む可能性もあるなと分岐を生んでしまうかもしれないなというのはちょっと思ったりするんですね。だからこれはまあ平たく言えば共通言語の量の話になってきちゃうのかもしれないんですけど、まあでも、まあそれを避けるためにも僕と吉野さんはあの本を出したとも言えるわけじゃないですか、その最初のやつは、そのあ、あの、ピンクのやつはね、その、はい だからあれを土台にしていくことで何かいろんなものが省略できる部分はあるかもしれないしあの何か同じ方向性をこう向きながら一緒に学んでいくみたいなねその僕も当然日々学びですからこれ講座やらせていただく中でね今日も当然学びはあったし自分では思わないような質問が当然チャットで出てきたりするからそれが僕はやっぱりすごく面白いんですよねすごくあの楽しい。 Q&A も来週もすごく楽しみなのはそこですけども。それで言うとね、今日なんか今すごい話大きいですけども、<laughs> あの授業について全然振り返ってない振り返ってないですよね。そうで,すねで、まあ、ミステリーだったわけですけども、あの、まあ、ミステリーはスリラーとはまた違ったその,あのテクニックが必要だし、うん、学びもあるジャンルで、あの まあ、例によってミステリー博士になっていただきたいわけじゃないんですよ。皆さんにね。別にミステリーの専門家になった方がいいとか、それがかけた方が、まあ、それは確かにある程度かけた方がご飯食べれる可能性は増えると思いますけど、なくならないジャンルだから。だけど、そういうことじゃなくて、うん、ミステリーが自分と関係ないものだっていうふうに、思いがちだけど、そうじゃないよっていう角度っていうのを今日は提示したかったっていうのは一つ。でも、9割はどちらかというとテクニカルな話でしたね。で、それは、はい、 そのテクニカルな感じがストリラーとは別角度にやっぱりどうしても必要になってくるジャンルだからですね。で、うん、だけどそれの本質っていうのは実はすごくシンプルなもので,でそこを味方につけちゃえば個性っていうものをものすごく発揮しやすいし他のジャンルに戻った時に生かしやすいそのあるあるんだろうその過度な自分の情緒っていうある不安定な情緒みたいなのに引っ張られにくいというんでしょうか。その 情緒が悪いんんじゃありません創作物に情緒は絶対必要でそれが人間がもの作ってる意味だと思うんだけどでもそのある情緒なが情緒不安定な状態みたいなですね不安定な情緒っていうものが。 スランプを生んだり焦りを生んだりするのであれば、うん、それの順番を逆にしてみる情緒から発想しないっていう考えでそれは登場人物をないがしろにすることではなくてそのジャンルの仕組みとして考え方のプロセスとしてこういう順番があると、うん、その上で登場人物の情緒にどうアクセスするのかっていうようなあるいは情緒っていうか、まあ、人間関係の業であったりそういったものですよね まあそれが実を言うとジャンルの,その秩序やその考え方の思考のプロセスのシステムの中にヒントがあるっていうのが今日の話だったんですよね。そうそうそう。だからミステリーの本質っていうのはその我々のある種の、あのー、瞬間的にものを判断してしまう人をジャッジしたりものの、うん、優劣を決めたりする視点っていうものが 最初に犯人が仕込んだトリックを見誤るものに転用できる、うん、その感覚が。でそれがその犯人の視点に入るその違う立場の視点に入ることによってある仕組みっていうものへの見えが見えてくる騙し絵みたいなものの中から見え,、うん、見えてくる。うんうん、でその構造っていうものは我々が普段、うん、あの多様性になんなきゃとかねその世の中多様性だ。 みたいなね、こういう自分の考え方ってよくない、縛りつけなきゃみたいなことからはなかなか手に入んない、そのどちらかというと、本当にそうだと自然に思えたときに切り替えっていうものができる。で、さっきのお話の切り替えと一緒で、その切り替えなんですよね。ミステリーの本質は僕は切り替えだと思っていて、自分の切り替え。で、それは我々が普段いかに偏見やあの、あの、ね、価値観によるそうそう。 なんか思い込みみたいな,な判断というものをしているかということを、<laughs> ふとその悪だと決めている相手、罰せな,罰しなければならないと思,い込ん思ってる。まあ、で、実際、刑事は当然、相手を逮捕しなきゃいけないんだけど、犯人ふと相手の側からものを見てみる。これは決してあの情緒を主体にした、うん、あの一時流行ったプロファイリングとはまた別の話ですよ。その FBI 特別捜査官というので90年代に入ったプロファイル犯人と、あれはどっちかというとメソッド演技に近いですよね。そ,のう,ん、うん、そうですね、うん。だから精神を病んでしまう場合もあるわけでしょうね。メソッドアクターが苦しい思いをすることがあるのと同じで、あのうん、やりようによっては難しいし、どちらかというと情緒なんだけど、そうじゃない。それとはまた別に。その何かこう、 視点を単純に切り替えるっていうことですよねうん、うん、これって普段別に作撃とか関係なく必要なことっていうかねそれがあれば随分可能性って広がるわけじゃないですかそのでそれの縮小版が体験できるものでもあると思ってるんですよね個人的にこれあんまこんなこと言う人いないと思うんですけどミステリーを作る時にその <laughs> <laughs> 確かに <laughs> そうですね あまり聞いたことが逆にだからなんかこうなるほどって僕なんかミステリーが苦手なの苦手なタイプなのでねおっしゃってましたよね。非常にこう、うん、それならば面白いって思えちゃう感じはしましたね。いや僕はそういうふうに思ってるんですけどね。うんあうんうんうん。いや本当に何だろうな自分のこう感じてることをったりっていうことからその人のことがだんだんこう想像できていくジャンルというか。 すごく応用が効くものだなと感じましたね。あとその情緒が、情緒が関係ないから、そう、情緒、一回取っ払って、こう、うん、なんですかね、型というか、型じゃないな。その一つのなんかこう、考え方に、で、の中で考えてから、そこに何か自分の入れたい情緒みたいなのを入れていけるっていうか。仕事みたいな感じですかね。うんうんうん。うん、なんか思考の近いのは。 仕事に情緒がないわけじゃないじゃないですか。ない,うん、ないわけじゃない。だけど、まずやんなきゃいけないこととか、<laughs> まずクリアしなきゃいけないことが絶対あって、それ、だからゲーム性が高いですよね、そういう意味では。その、どこの頂きを目指すべきなのかとか、その、それをまずクリア盗聴登頂しなければならないみたいな、ね。登頂って盗み聞きじゃなくて山を登る。登るやつです、うん。でも、そういうことを、そういう考え方を、こう、うん しややすすいい方につけやすいでだからといってそこに情緒がないわけではないと。はい、で自分の今までの経験値と自分の何度も繰り返してきた価値観っていうものの情緒だけに頼って創作をするのってあのれ、うん、のように湧いてくる人はいいんだけどそういう人は別に悩まないと思うんで、うん、あのちょっとその自分の中の。 そこで苦しむだってその,、うん、あそのつまりその視野角の中にしか情緒が込められないという思い込みが自爆してるんじゃないか自分を縛ってるのではないかでそれが結果自罰的になってしまったりする私には才能ないんだみたいな、うん、僕はそれが本当悔しいんですねあの、うん だって例えば編集者にしてもプロデューサーにしても他人なわけだからそこにどんなに愛があったりあるいは何か違う欲求があったりねその仕事上の何かだったりあっても自分じゃないからだから同調は完全にはできないわけじゃないですか,、うん、かその同調できないことへの焦りとか同調しなきゃという自爆とかいうことにいくら何か答えを求めていてもなかなかそれはねっていう。 そういう意味ではその情緒的に過度になりすぎずにあの考えていった上で情緒の自分の情緒とリンクする部分をここぞというタイミングで落とし込んでいくっていうでそれが自然に呼び込まれていくという可能性が今日お話したようなまずそのトリックの仕組みの中うん、うん、仕組みをまず作ってその仕組みに人間関係っていうものをこういろんなパターンを こう照らし合わせていくそうすると本質的にはパワーバランスが見えてくるでそこのパワーバランスに個性が入ってくるキャラクターが入ってくるっていうふうになってくると、うん、実は今日ねあの例えでその基本的なよくあるあのトリックを応用したパターンっていうのを紹介したわけですけどもあ,あれであれ多分ドラマになると思うんですよねドラマになってテレビドラマ化されてみなくてそのただストーリーとかただトリックじゃなくてあの ドラマが入ると思うんですよあのままあの A と B って呼んでたキャラクターを突っ込んでいけば全然いけんなって感じがしてるんですよね、うんうん、だからそれは多分まず仕組みがあった上で宿ったもんでうん、うん、情緒からスタートしてないから入れられる情緒っていうのがあるっていうことだと思うんですよねで一つ、まあ、こういう考え方もありなんですよというその あの悶々とこう自分の中にある引き出しだけでまあ引き出しだけで勝負するんだけどその引き出しの開け方まで決めちゃってないかっていうかねそのそ,うそれですそれです開ける時のそのきっかけっていうのが自分で開けるっていうんじゃないものが開け,れ開けてくれるんですよねそう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 かうそ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 う <laughs> が呼び込めたらいいいよねねととううことでしょうか,、ね、だから今日のお話で言うとその自分に触手が伸びちゃってる状態が疲れを生むみたいなことに近くて、うん、僕はそう感じたんですけどその、はい、ジャンル、ま、今日のミステリーっていうのの,そのジャンルのこうするトリックをか先に考えるそこから情緒を入れていくってやり方はその自分のそのへの触手の伸び方をある種こう 伸びないようにしてくれるものが気がしてならないああ、もうそうだと思いますよ。そうだと思いますよ。うん。だから、楽、なんとかね、楽に作れるっていうと語弊がありますけど。まあね。うん、あ<の>簡単ではないからね。簡単ではないけど。だけど、うん、何か、その、悶々と考えてるのじゃない、その、自分のその、さっきの言葉で言うと視野角みたいなのを、獲得できる。うん チャンスな気がしましま、ねね、僕もそもそうだからそれが結局多分清いっていうものを徐々に自分でこう減らしていくコントロールする力につながってくるでそうすると時が経つのが早いっていう感覚につながってくるっていうようなねで時が経つのが早いのが悪いわけではなくゆっくりなのがいいわけでも可能性もなくただ多分あのー こうごちゃごちゃしなくなるんですよね、思考がね。そのあ、はいはい要は。だからそういうことがあの、そうやってジャンル、長く続いて、長く受け入れられてるジャンルっていうのの数だけやっぱあって、その。だからノンジャンルのものにしたいっていう積極的な思考で、ノンジャンルに,でにこだわっているのか、あるいは単純に知らないだけなのか、そのいろんなジャンルの。 そのことをそのだとするとそれはある種の偏見かもしれませんからね。つまりどの,どのものにもそれを受け入れてきた人たちの愛の交換があるわけだからあの何からだって吸収ができるというか何からだって楽しむも見いだせるとは思うのでうん、うん、まあななんかもしそのミステリーとか先週だとスリラーとかね来週だとラブストーリーとか うん、なんか自分には縁遠いなと思ってる方ほどちょっとなんかこう講義で話してきたようなまなざしをちょっとね意識してご覧いただくと何かもしかしたらあのヒントになるようなことっていうのをご自分の中で気づきみたいな切り替えみたいなものに繋がる何かに出会いやすくなるかもしれないっていう気はちょっとするんですね。 スリラーを書かないんですよ、ラブストーリーを書かないんですよ、じゃなくて。じゃなくて。別に書かなくてもいいけど、そのそうそう一回辿ってみる、ね、考えてみるってことですかね。真剣に思いを馳せてみる。真剣に、別に暗くってことじゃなくて、うんその、ナイーブにってことじゃなくて、別にゲラゲラしながらでも全然いいんだけど、まあ、ガチにというか、そういう。そうそう 感覚がやっぱりその時その時の短い時間の中でギュッと集中してギュッと吸収してで次に行くみたいなあのことにつながるんじゃないかなという気がします。だらだらとあのナイーブな感覚ですごくシリアスにだらだらとそのよ寄せていこうとするとくたびれると思うんですよ単純にね。そのうん そうじゃなくてこう、いわゆる思いっきりワッと遊んで、バッと寝るみたいなことで、そういう感覚に近く、<laughs> スリラーやミステリーっていうものにこう取り組んだり、見つめてみたりということも大事かなと思いますね。で、それでいうと、今日実は、そのチャットでご質問がいっぱいあった中でお答えしたんですけど、一つ、その放送後期でも触れてもらえればっていうようなのがありまして、それは。<laughs> 先週スリラーの話をした時にこういうのを見てみたらっていう作品をいくつか挙げてたようにミステリーの何か見といた方がいいよみたいなのありますかみたいなね、うん、ようなまあようやくするとそういうご質問だったんですけどもあのー、まあ,あの単純にミステリー傑作選みたいなことをあのインターネットでまず検索してみると おそらくまあ代表的な作品が出てくるとは思うんですが、うん、講義内でも申し上げたとおり基本的にはやっぱり小説っていう媒体が一番合ってると僕は思っていて。はいはい 映画っていう、えーな、その代わりただ映画とかテレビドラマとかでもう長く続いてるものもいっぱいあれば、いつまで経ってもなくならないジャンルなのも実で、親和性は高いんだけど、ただそれはやっぱり映像で表現するミステリーっていう別のものだと思ってるんですよ。別のものが生まれたと思って、それまあ、今日はそれをメインにでそれが僕は情緒の入る余地があるんだけど、一方でそれはその俳優の えー、芝居っていうものを映すっていうことで生まれてくるものだと思うわけで,でそれが、えー、小説をという形式で読んでいる時とはまた違うものになるとだからまあそういう意味ではその映画の中で表現されているそのミステリーというジャンルはあのシンプルに作劇というものだけにフォーカスを合わせた時にやはりその小説という媒体の持ってる力とは多分ちょっと質が違うだろうなとは思ってるんですね。あの あのまあ、どっちが上だと下だとは言わんけどでも何、うん、て言うんですか原則は小説なんだろうなと思ったんですよね僕はやっぱあのミステリーは小説。文字を追っていくというその工程とそこからあの先鋭化された思考っていうでなるべく違うも書いてないことを で書いてあることから連想するものは想像しつつ、省略されてるものについては考えないっていう思考が近いんだと思ってて、うん、映画とかっていうのはどうしてもいろんなものが画面に映りますから、あのー、要素が多いんで、でもだから情緒に訴えかけてくるわけですよね、音楽とか編集とか低めで。だからそうすると情緒っていうものを、 あのなるべく生かすっていう方向にいかざるを得ないし生かした方がいいわけでそうすると映画とかそういう媒体になった時にその、あのー、あるトリックをなぞったとかいうのとはまた別の緊張感みたいなものっていうのはちょ別に芝居を組む形で再起動させないといけないと思うんでしょ うんそうだからそう考えるとその映像で見といた方がいいよっていうものっていうのは結構限られるかなとは思っていてその、まあ、ただここまで考え込んだ上での答えが欲しいわけじゃないのかもしれないと思うんです <laughs> 単純にもっと軽い質問なんだよとその、はい、どれ見とけいいっていうねビデオ屋のおじちゃん教えてくらいのニュアンスなのかもしれないから。<laughs> まあそれで言えば、それはもうちょっと変わってるけど面白いよねみたいな、いっぱいありますよね。だってそれはもう、ヒッチコックの最古をしっかりねあの、とかあるけど、なんか、なんかでもね、最コとか、まあ一応原作ありますけども、あのやっぱり映画ならではですよね。映画ならではの作品ではあるじゃないですか。はい だから、例えば難しいなと思うのは、僕はアガサ・クリスティ好きだし、アガサ・クリスティの映画は全部見てるんだけど、うん、やっぱりどうしてもその、まあじゃあ昔のナイル殺人事件なんか嫌いじゃないですよ、その豪華キャスト、お正月映画、はいね、長期海外ロケ、まあ、夢のようですよね、夢のようでした。<う>うん、だけど、あのー、 じゃあ、ナイル殺人事件ってそういうもんだっけっていう話になって。<laughs> <laughs> だ悪いんじゃないですか。それ大好き大好きだけど、それやっぱ映画のナイル殺人事件っていうのは、そういう、そのいうか、付加価値がたくさんついているからこそ魅力があったということで、そう考えると、ミステリーのなんか、先週のスリラーみたいな意味でのミステリーなんかおすすめありますかっていう中に、 あの80年前後にだから82年だからあのぐらいの頃のあのね話題になった日本でもヒットした、はい、あのナイル殺人事件をじゃあリストアップするべきかっていうとまあちょっと違うかなって気が僕はちょっとするわけですよね。だから僕はそれで言うと実を言うと一番今日の授業にマッチした話で言うならばあのケーブルテレビとか CS でやっている 2> 2時間ミステリーなるほど。それが一番シンプルにあの探偵と相棒それから探偵と相棒が警察組織に属してない場合は何かしらの形で警察に属した人間をあの今日授業で言ったような絡ませ方をするっていうのも踏まえての、えー、トリックっていうものを生かした上での犯人のとの接点の持ち方それから その犯人になる、の後に犯人だったと分かる人がいつ容疑者になるのか、で、あるいは最初から容疑者なのか、あるいはそれは、あの、被害者の、被害者的立場に見える人として登場したんだら、その人がいつひっくり返るのかとか、いうことも考えていくと、バランスっていう、そのシンプルに単純に勉強ということで考えると、僕はあのいわゆる茶の間向けの、あの、 会話サスペンス劇場とか土曜ワイド劇場とか月曜ミステリーとかそういうのの再放送のにもうあのもうすごい量あるわけですよそのそうですねコンテンツとしてものすごい量があってそれが毎日,毎日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 キリがないぐらい放送してるんですけども ああいうものをちょっとこう見ていく、そのさらっと、うん、さらっと別にこんなガチになって見なくていいと思うんですよ。そのだってそういうつもりで作ってないからね。あの茶お茶の間向けですから。うんうん、だからそのさらっと見る、さらっと見れてしまうってなんだっていうこともひっくるめた学びっていうんでしょうか。そので、一個一個の作品があまりにも多すぎて、作品とか番組が多すぎて、一個一個の価値っていうのが相対化されてしまう感じがあるんですよ。あれが独特なんですよね。あの そこに過剰な、あの、なんていうんですか、権威づけっていうのが、うん、あのなくなっていくんですね。それこそ、ま、時間が麻痺していく感覚みたいな。あれが僕はすごく面白いし、やっぱ僕はどこから学んだかって言われると、映像媒体で言うなら、あの有名な、かの有名なあのミステリー小説が映画になりましたよみたいな類のものよりも、あの、やっぱりあの、テレビでたまたま見てしまったやつっていうのの中からトリックなり。 えー、どこで刑事がそれに気づくのかとかいうようなこと、それをどのように提示するのが、うん、良いのかとか、あとそれこそ十字時またぎってやつですよ、いわゆるね、2時間サスペンスってのは、はい、今、再放送してる時間帯は夜じゃないでしょうけど、9時から始まって、10時をまたいで11時まで行くわけですよね。その十字時またぎっていうところで、他の局のものを見てた人がチャンネルをザッピングして入ってくる可能性になる。つまり あの後半だけ見るみたいなでそ,のそういう人がを捕まえるためにも十字またぎって言って十字になってから大体会議室のシーンになっていてそのよ被害者の写真とか貼ってある中で刑事がこう。 人間関係整理したりする場面っていうのが生まれてきた、うん、あれもだからそのある効率の削減の一つの手法だと思うんですよね、うん、で見てる9時から見てる側か,からするともう一回リセットされるとかもう一回このセットアップを確認の場面にもなるし10時から入ってくる人たちからすると事実上の回想シーンになるというかその 階層っていうよりまあプリビアスリーですよね向こうのレンドラでいうとこの前回までのなんとかはみたいなの、うん、の役割を持っているんでそういう機能的役割みたいなものが作劇の中にどんどん作り込まれていったんだっていうことをやっぱり自然にあのテレビのものを見てきた大量見てきたら、うん、あの身についていくというか腑に落ちていくんですよね。 うん、でそこに僕は過剰なその原作の権威みたいなものが取っ払われていってる面白さがあると思うんで、うん、ぼ僕のおすすめはそれはあのやっぱりあの名前も覚えられないぐらい大量に作られて大量に消費されていったあの日本のテレビの2時間ミステリーという存在そのものですよね。うん、でそれは今もういつでも見られるっていう、まあ、すごいことになってるっていう。そ はい、あのソフト化はされてないんですよ、そ,の代わりそこがまたおもしろくてね、そっかそっか、ソフト化されてないんですもんね、されてないですよあの、もう本当にごく一部の特殊なもの以外は、例えば、うん、家政婦は見たとかは DVD 出てたりしますけど、ほとんど99%以上のものが多分ソフト化されてないんですよ、うん、その代わり今、こうして僕たちが喋ってる、今もうやってるんです、今も流れてるんですよね、今もやってるんですよ、スカパーとかそういうところで。そうですよね これはすごいよねっていうことなんですよね。すごいですよ、すごいですよ。たまに地方局見てると急にやってたりしますしね。<laughs> ね、恐ろしい世界ですけども。でまああ面白いわ。面白いですよ。だそれだって、あのー、ね、えー、映画マニアとかね、あるいはなんかものすごいこう、いろんな知識や教養がある人っていうよりも、本当にお茶の間で、 1>, あの1日も,もうね、そろそろ今日の仕事も全部いろいろ終わりましたと、家事も終わりましたと、で、お茶飲んでおせんべい食べながら、気楽に見よう、お風呂入る前にちょっと見ようみたいな人をあの2時間釘付けにする技術ってすごいことなんでね、そのいや、そうですよ。<laughs> <laughs> それはすごいことですよ、だって。 2時間チャンネル変えさせないっていうのは大変な技術ですから、それは、うんうん、ら学びは本当にいっぱいありますよ。なんとなくどうしても、一時期バラエティとかでね、2時間サスペンスって最後、岬の上で犯人がトろして泣き崩れるんだよね、みたいな。そういうなんかこう、あ朝遅刻遅刻とかって食パンかじってね、あの走ってると角曲がってぶつかっていてだよとか、つって学校行ったらね、転校生ですっていうような言い方と同じような。 あの切り取った天の作、あのー、劇の、あのー、若干の揶揄を含めた紹介のされ方が一時よくされてましたけども、あのー、まあそれはすごくあの短絡的だと思うんですよ線で見てないから。 で別にかいいんですよ、そ,のそこに価値を見いだして、なんか関係ないと思ってる人たちが関係ないと思ってるものをただ突っ込んで笑ってるだけだから、無責任なのは当たり前で、責任がないからね、無だから、無,無の責任だからそうなるわけだけど、でも、ね、受講生の方々みたいに、削劇を仕事にしていってる人たちは、あの僕はやっぱりあれは、あの日本の,その戦後から高度成長からバブルが終わって、 令和になる直前まで続いた一つのね40年ぐらい続いたあるものすごく重要な財産だと思ってるんですねあの2時間ミステリーっていうジャンルは。うんうんすごいエンタメですよね。ものすごいエンタメです。だからあまりこう軽んじずたまにはちょっと見てみたらっていう気は本気でします。でそれをさらに突き詰めるとその技術はどこにあったのかっていうと戦後の,あの2本建て3本建ての映画工業の あの添え物映画って呼ばれてたジャンルの中にそのベースがあるんですよね。これもまたすごくてこ,これの中で人気があったものがそのシリーズ化されてくってまあ「警視庁物語」とかっていうのがあってそれがだんだんもう気がつくと14本も15本も続編が作られるみたいな映画であったんですけどそれが後の2時間の,あのパート何十ってなってく流れのベースなんでうん、うん、だからすごくこう大衆娯楽としての映画の。 効率よく物語を語って、かつちゃんと記憶を意識あの呼び覚ますような分かりやすい伏線のあり方をして、で、忘れそうなものに関してはうまく反復効果を作品の中に入れてみたいなことをやって、で、えー、別に過度に人生の深刻なところにタッチするわけではないっていう、だ,、うん、だけど、参加感は得られるっていう自分も推理をするっていう、その参加感は得られるっていう、その加減みたいなものを。 探っってたたもののの名残がテレビの分野にあったわけでうん、ね。<laughs> でそれをそのどれだけ早く映画よりも早く撮んなきゃいけないみたいになった時に今度は人物の配置の仕方、その見てる人が集中を途切れさせないようにだけどカット数を減らすとかそ,のでそこで演劇でよくやってた役者が前を撮るっていうその重要なことを言う人物が前に出てきてその人物を見る背中を見るっていう形で全員の面が見えるみたいな演出よく演劇でありますけども。 まあ今、相棒はそれずっとやってますけどね、その、うんに、うん、豊さんとはね、あの寺脇さんとかがこう入れ、被害、容疑者とこう入れ替わったりしながら、ワンカットで行ったりするのは、そういうのも、あのー、全部継承されていったものなんで、学びは非常に多いと思うんです。うんうん だから僕はあのご質問者さんにはあの申し訳ないんだけど「あ,のあれのこれ」っていう映画タイトルはインターネットで多分すぐ調べられるからミステリー映画傑作戦みたいので見てもらって僕がおすすめしたいのは名前も覚えらんないぐらいたくさん作られたあ,あのあの子たちというかあの方々というか、ね。あの方々。うん,うん、うんうん。なんですよやっぱおすすめは本音は。うん 一大文化なんで、うんあのー、CS なり、スカパーなり、あのー、ケーブルテレビなりをご覧になりやすい環境でたまに見てみてはいかがでしょうかと。いいですね、いいですねと。そうだな。思い出しましたもん。も10時またぎで思い出しましたけど、10時から見たりとか、あ、まだ間に合うなと思ってそこから見たりとかもしてましたしね。そうそう、それで全然面白かったですからね。<laughs> あれすごいなと思います、ね、すごいですよ、だって。<laughs> 半分見てないんだもん。半分 <laughs>、半分見てないんだん面白いんだから、すごいですよ <laughs> <laughs> 分か。分かった気持ちにもなりましたしね。いや、大変な技術ですよ。だって、それは全部見てる人には満足感もちろん与えつつ、半分見てない人にも面白さを与えてるわけだから、うんうん、だから本当にあの、なんだろうな、あの、ファスト映画とかのダイジェストが、ね、とかよりも、実はもっと本当に意味のある価値のある技術だと思うんですよ。その そ,それは大変なことなわけで、だからそれは盗めるものはいっぱいありますよね。あと、うん、やっぱ分かりやすいですしね。分かりやすい、分かりやすい。うん、盗みやすいかもしれないです、ね。うん、と思います。なんでこんなにすぐ分かるんだろうっていうか、その、<laughs> そのすぐ分かるっていうのはすぐ何でも先が読めちゃってつまんないってことじゃなくて、今起きてることがなぜこんなに迷いなく。 あの吸収できるのかなぜこんなにここが笑いどころだとかここが悲劇だっていうのがこんなに分かりやすく伝わるのかっていうことに関してはあのものすすごいい勉強になると思いますねだって書いてるものが編集者さんによく分かんないって言われたりその何が描きたいのか分かんないとかね そんなこと2時間サスペンスでありえないわけじゃないですか。だってそ2時間過ぎて,て何が言いたいか分かんないと嫌でしょ、そんなの,その。そんな2時間サスペンスは嫌だっていうやつですよね。<笑><笑>ずっと分かんない、見てても、うん。このセリフどういうことみたいな。<laughs> <laughs> かっこいいですけどね。うん、かっこいいですけど。かっこいいから。うん、<う>かっこよくないから。 それは、だから、鈴木誠純の殺しの楽譜みたいなことを、ね、二 <laughs> 時間サスペンスでやるわけいかないわけだね。いかないんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、そうなんだよ。鈴木誠純をやろうとしてゃいけないんですよ。そう,そうそう。別に、だって、いらないから、その、いらないんです。鈴木誠純をやるべきところはそ、そこは別フィールド別にフィールドなんですよ、ね。いや、だから単純に別に、これも同じ話で、二時間ミステリーの平均的なランクのものを書けるようになったらいいですよって言ってんじゃなくて、そういうものから、 その、なんで自分が書いたものが伝わりづらいんだろうとか、自分でいいと思ったのに全然違う解釈をされたとかいうのはなぜ起きてるのか。で、それが起きないのはなんでなのか、この,うん、この時間ミステリーというジャンルの中で、なぜ起きないのか。で、その起きないために何をされているのか、その作品の中で言って何が起きているのか。その、うんうん、作劇の情報の出し方の順番であったり、そういうものを あのどうせこういうことでしょと、美咲で泣くんでしょみたいな言説にあのあまり引っ張られずにあの、じゃあいざ見てみよう。いつ自分がメインストーリーに取り込まれたか、その気がつくと入ってる、そのじゃあ気がつくとの前にはどうやって誘導されているのか。その そういったようなことを職人芸として見ることができるっていうのが僕は面白いと思っていて、あの分野は。だからまあちょっと本当に BS とかでもしょっちゅうやってますから、も1日に何、ね、もう20本、30本やってますからね、BS。どうです、やってます、やってます、やってます。うん。うわ、見よう。おすすめですということでしょうかね。ありがとうございます。とんでもない。今週はあのいいローランのクレープと違ってちゃんと覚えてましたよ。大丈夫ですよ。<laughs> よかったよかった。 ローランのクレープもね、よかった。そうそうそう、うんいや。じゃあ2時間ミステリー。2時間ミステリーか。ううん、日本のね。なんかちょっとチェックしてみてもいいんじゃないですか。見ましょう。いや、しますします。なんか。本当面白いんですよね。実際に新しく、ね、作られている2時間ミステリーみたいなのも。的な番組も。いっぱいあります。面白いです。でも多分、今のものよりはもうちょい前のものの方がいいと思います。今のものは、うん、 やっぱりあの今のテレビの事情を考えると以前よりもあのちょっとトゥーマッチな引っ掛けを入れないといけなかったり要するにその僕はさっきお話したように緩やかにつかみ続けてるというんでしょうか緩やかなその時間帯の茶の間の,あの気負ってない鑑賞者をひずるっと引きずり込んで2時間見させるっていう。<laughs> 技術がやっっぱすすごかったと思うんですねそのつまりさらっとやってる、うん、そのそれこそ今日の話で言うと「気負いがないから時間が早く感じる」っていうそのうん、うん、どちらかというと<れ>最近の2時間は気負わないといけなくなってきてる気がするんですよ。ああいろんな仕掛けを施さないといけない<ー>例えば映像をもっと破伝しなきゃいけないとかその何分おきにこういう見せ場を入れないと諦めちゃうとかいうような。 作戦に出ざるを得ないような状況が現場サイドにもあるんだとするならば、それは僕がかつてナチュラルにスッとこう2時間見せられてしまった技術とはちょっと違うのかなという気がするんです。だから原則を先に学んだ方がいい気がするので、あの90年代から2000年代、2010年 23年、45年ぐらいまでのものとかだったらいいんじゃないですか。それより古くなると、今度、80年とか70年代だと、今度、また全然違う、あのー、味わいが入ってきちゃうんで、それはすごく個人的には好きなんですけども、も、うん、ちょっとしっとりしすぎな感じもしなくて、わ <laughs> ります割と情緒に走りすぎている感じもなくはなくて。<laughs> いです。嫌いじゃないんですけどね、うん、ちょっとぬめっとしすぎな気が。<laughs> <laughs> <laughs> 割と僕は90年代から2000年代のあの辺がいい気はしますね。あ<の>映像も確かに変わってきた感じもしますしね。なんだフィルムじゃなくなったから。かあ、それはありますね。やっぱ80年代のドウワイドとか、やっぱガチガチにフィルムでね、あのー、僕大好きですけどね。うん、愛人バンク殺人事件とか大好きですけど。はいはい。久子、まあのね。だけど、でもまあちょっとそれはまたね、フェティッシュの話ですから、その、 フィルムとか言い出すとね、まあもう大好きですけども。はい。なのでまあちょっとさ、普通に、普通に流れてたっていう、その普通な感じっていうのがやっぱりすごくね、あのー、価値があると思ってるので。うんうん、はい。見てみます。皆さんチェックしましょうね。ぜひぜひということで。はい。かりました。ありがとうございます。とんでもない。まあ長々とお話して。いやいやありがとうございます。はい。いよいよ次回は第10回目です。<laughs> そうです。そうです。です前期最終回ですからね、皆さん。Q&A も。Q&A もありますので、少し質問も送ってくださいね、ということで。はい、それまた、フォームをね、はい、吉野さん,との皆さんから。はい、メールす届きます。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい。ということで、はい、<laughs> 本日の放送をきは、この辺りで <laughs>。<laughs> <laughs> なれない <laughs> 慣れないしめが。あの、たぶんね、その、言い張っちゃえばいいんですよ。そうですよね。言い張らないからいけ躊躇し、しなきゃいいと思その、あの、こう、強引に巻き込んでそうですよね、そうですよね。はい。じゃということで、本日お疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうも、こちらこそ、ありがとうございました。こんな感じでいいです。こんな感じで、ありがとうございました。